おはようございまーす。ポンちゃんとジャン君は今、日向ぼっこです。ちょっと困ったことにですね、この日が当たっている場所が、黒犬が作業するデスクの上になっています。仕事ができません。この窓を反対側を開けようかな。どうでしょう。あ、窓はこちら側が開いたので、ここ開いてますけど、こういうふうにしよう。はい、ジャン君素直だね。おや？はい、日の当たるところに出てきました。やっぱりね、てきめんだね。はい、これから少しの間はここに日が当たるからね。ジャン君、もうちょっと前に出てあげたら、ポンちゃんが入りたいってよ。音がしてるね、そこは。
attention. ジャン君とポンちゃんが抱き合って寝ています。ポンちゃんはうちに来てからずっと同じ感じですよ。ポンちゃん、ピントが合いにくい。ポンちゃん、ポンちゃんの顔にピント合わせようとしない方がいい。ポンちゃんの顔じゃなくてこのね、鼻の首輪のところ、ここをピント合わせにしておくと大丈夫です。あ、英風がオートフォーカスが解除されましたって隠れちゃった。応援は持っておりませんのでこのくらいで。空は快晴です。空気はちょっと冷たくなってきています。